はい、ですね、今日は、iPad mini の他に、Android タブレットちょっと持ってきてます。Android タブレットを持ってきてる理由としては、こっちで使っていると、やっぱりバッテリーの方が心もとなくなってしまうこともあったので、まあ、これもちょっと、その間にね、いろいろと使い分けられればいいなと思って、別に持ってきました。で、今撮ってるのは、初代 iPhone SE、まあもうこれは私がね、気に入って使っているんで、まあこれはいいんですけど、とりあえず iPhone、iPad mini と、まあ Android タブレット。この二つを、まあいいようにね、今使い分けてるんですけど、まあ、やっぱりね、バッテリーの持ちはね、全然いいんですけど、まあついでならね、モバイルバッテリー持ってるから、いいんだけど、ただやっぱりね、作業的にはシングルタスクになってしまうということもあって、分けられることが、やっぱりね、2画面あったらいいなっていうことがあって、まあ半分持ってきたようなもんですね。だけど、やっぱりこれ単体でやると、作業効率的には、やっぱ若干落ちるってことで、2つ合わせて、1、2枚みたいな感じかな。バッテリー食いはね、こっち1、2枚だけどね。